Hi everyone, this is Yamato X-Star, aka Teacher Yamato, Prep School Teacher, Music Composer, Traveler. So let's get started. Take a walk. ということで始まりました、 Teacher Yamato です。前回の続きでモロッコに入国してすぐカサブランカ空港から深夜にマラケシュに向かいたいというところで、バス停に向かうためのタクシーに乗っているというところです。 So, hello. First, you are going to the bus stop? First, you are going to the bus stop or hotel?これはね、これが乗り屋タクシーなので、隣の彼がカサブランカのホテルで降りると、で僕はカサブランカのバス停に行くんで、どちらが先かを聞いてます。ああ、そうです、OK。 ちなみにもう危なっかしい、あの客引きはいないんで、これからは堂々とカメラを向けてスラム化したカサブランカの街を撮っていきます。いや多すぎるって、少なかったらほんまにもらきやったんかいいうことですけどね。まあそんなこんなで楽しくやっていますというところなんですけども、もうすぐねカサブランカの郊外の深夜のその興味深いちょっとスラムっぽい街並みになってくるんで、カメラを回していきます。この辺は逆に建物は綺麗なのに誰もいないというゴーストタウンみたいになってます。でこの後に、いわゆるスラムみたいな感じのエリアに突入します。はい、ここからです。あのスラムの異様な雰囲気がね、なんとも切ないっていう感じですかね。で、これはもう街の方にやってきました。もうすぐバス停に到着です。でもこれ通じてなくて、バスは実はここに来なくて、これよりちょっと上にある道に行かされることになります。で今何を待ってるかというと、来ました。はい、今近づいてきた男がバスのチケットを持っていて、その男に彼らがお金を渡してチケットをもらうという流れでした。まあいろんな人間が絡んでてややこしい感じですよね。まあ今これ笑ってるのは、この運転手の白髪のおっちゃんが Just go away みたいなことを言ったので、もう行け早くみたいな感じになったんで、まあ英語が片言なんでっていう理由なんですけども、それが面白かったのと、あとまあ笑うことでその大声を出しとけば、まあ彼らもそんな変なことはしないだろうっていう、まああのイスラム圏での知恵です。まあこういう野蛮な国というかワイルドな国に行くと、こちらもワイルドにしてないと結構舐められて、お金とかいろいろ身の危険とかいろんな危ないことになるんで、こちらも結構モロッコにいる間はワイルドに過ごしていました。でここからバスが上の道に来るっていうことなんで、上に移動するんだけれども、まだバスが来ないんでっていうことで、ちょっとこの辺で待っててくれっていう話になっています。まあここまで来る途中にもゴーストタウンみたいなありましたけども、ここも十分スラムっぽくて、もうこういういろんなものを売っている出店とか、あとここで寝ている人間、まあ不老者ですかねっていうのもいますし、でまあこの辺でいる人間全てがちょっとなんか怪しげな感じはいたしました。で先ほど乗り合いタクシーで助手席に行って、一回も喋ってない人相の悪そうな男と喋ったら結構いいやつでした。 So where are you going? We're going Sahara. Sahara? Merzuga. No, no Merzuga. Gulmim. Gulmim, Ayoyon. What is that? No. Too far?ここで最初のタクシーの運転手が声をかけてきて、まあここでさよならということで握手を求めてきます。ここでね、その前回の動画の中でいくつか間違えたことを言ってしまってたんで訂正いたします。まずねここ見てわかる通り、そのみんなの服装を見てわかる通り、モロッコの、これ夏だったんですけども、夜はね結構冷えます。
で日本人からしたら普通に涼しいんですけども、向こうは暑いので慣れている人種なので、逆にこうやってそのジャケットを着たりっていう人間もいるぐらい、寒いと思う人もいるぐらいのようです。あとね、その乗り合いタクシーの中で客引きの男と運転手が喧嘩してたっていう話をしてたんですけども、あれもね電話相手との喧嘩がメインっていう感じでしたね。まあその他にもいろいろな間違いはあったんですけども、それは後にして、とりあえずバスがそろそろ来るんでバスに乗っていきます。そう、モロッコは元フランス領なんでフランス語喋れる人が結構多いです。マラケシュ、イエス、プリーズ。まあ大丈夫とは分かってても行き先は必ず確認してください。で前回の動画でも言ったんですけども、あのムスリムの人っていうのはやっぱりこの動画撮影とか写真撮影をすごい嫌うので、これは結構決死の撮影ということは忘れないでください。まあ、このようにね、その小さな子供もいたりするバスなんですけども、とにかくその地元の人でもうごった返しててほぼ満席状態で、でしかもですね、その2つ空いてるところはもちろんないんですけども、1つ空いてるところでもモロッコの人っていうのはその隣をその開けておきたいからっていうことで、わざと足を伸ばしたりとか荷物をわざと置いたりとかっていう形で牽制してくるんですね。でそれをまああの申し訳ないねって言いながら、すみませんねって言いながら、こっちも強引にその座らせてもらわないと開けてくれないんで、意思をきちっと伝えましょう。この時も寝たふりをしている男に声をかけて、開けてもらいました。まあ、先ほど言っていたそのムスリムが写真とか撮影を非常に嫌うという話なんですけど、実際これマラケシュにこのバスが着いた直後にですね、まあ、この動画の最後に出てきますけれども、駅舎のようなところに入った時に撮影をしていると、またしても今度はもっと厳しく、おいおいということで消せということで削除からの削除をさせられることになりました。もうすぐ出てくると思います。とりあえずバスは順調に進みまして、マラケシュに向かってるんですけれども、途中のバス停で何人か降りて、そこでようやくその窓際の席を確保することができたので、そこからは車窓からの風景も、撮ることができました。まあど深夜なんであんまりその綺麗には見えないですけれども、いろいろ見えると思います。モスクです。まあ、日本の街並みとの違いを見るっていうのも面白いかもしれないです。でこの後もね、モロッコならではの建物が出てきたり、ガソリンスタンドがまあカラフルだったりという感じになってきて面白いと思います。少し飛ばしまして、いよいよマラケシュの街に近づいてまいりました。深夜のマラケシュ、しかもそのジャマエルフナとか中心地からかなり離れたところの映像というのはなかなかどこのガイドブックにもないので、ぜひどうぞ。モロッコならではの建築が続きます。で、まもなく宮殿を模した建物、その後にはモスクのミナレットも見えてきます。このマラケシュという町はですね、日本人に一番人気のモロッコの町じゃないでしょうか。世界遺産のジャマエルフナ広場というのがまあ中心に大きくありまして、そこにはもちろん屋台がたくさん出ますし、それのすぐ北側にはそのメディナが広がっておりまして、旧市街ですね。でそこにはスークがいっぱい網の目状になっているので、まあ迷路のように面白いと。
いうことで非常に活気のある街なんですけれども、その中心エリアにホテルを取ってるんですけども、このバスが着くのがそこから20分ぐらい徒歩かかるところなんで、どうしようかなって考えた結果、とことこ歩いていこうということにしまして、なので誰もいない早朝のマラケシュの街を歩く映像が撮れたと思います。はい、いよいよ到着です。で、外を見るとこうやって大勢の人々がこうバスに群がってきてますけども、荷台を持っていたりするんですけども、これはですね、まあ、この深い時間なのでもうタクシーを利用するだろうと思われているこのバスのお客さんの、まあ、タクシーの手配とか、あるいはその荷台の手配っていう形で、これから一仕事するっていう人たちです。かわいいな。まあ後でわかりますけれども、このマラケシュの街はこの野良猫だらけです。で、こちらが先ほど乗っていたバス、ありがとうございました。で、この長距離バスのバス停のすぐ横に国鉄の駅がありまして、その駅に入ってちょっとどんな感じか見てみようとしたら、めちゃめちゃキレられて撮影をやめろと言われました。この辺もね、猫ちゃんがいっぱいいますよね。で、まあ削除からの削除をさせられるっていうことになります。これからまあモロッコは終始こんな感じです。で、こいつなんてね、その撮ってる側と反対側の背中の側から声かけてきてね、自分は何も映ってないのにこんなことをしてきよるんですよね。で、特にこいつはひどくて、もう携帯に手を伸ばしてね、その削除からの削除を目の前でしろっていうことを、まあ iPhone のことを知ってるからなんでしょうけども、やってきたっていう感じでしたね。全然理由はなんか適当なこと言ってましたね。なんか国王の、大事な駅だからとかわけのわからんこと言ってましたけど。で、駅前を出るとまずは先ほど見たようにタクシーがうわんさか降りまして、で、その後を歩いていくとこんな感じになってきます。で、まあ歩いていってもまあ20分なんで面白いかなと思ったら、まあ本当に面白い状況になるんですけども、続きは次回の動画ということで、今回のモロッコ旅はこんな感じになっております。ではまたお会いしましょう。アディオスアミーゴ、チャオ。砂漠の果て、氷の大地。